佐川氏は、日本の氏族の一つ。神別、宇田源氏の一系統、大見源氏、佐々木氏の家系に、佐川氏がある。佐々木皇帝の末裔である、十三の子、重忠を外する。虎池惚恵舟氏の末裔に、佐川氏あり。土佐国高岡郡に起こる。略王三年、南朝方に、佐川氏老入道がいたと言われる。神別有原の氏の末裔に、 佐川氏あ有あの新域の抜損という。日立国に、日立守護職佐竹氏の家臣たる、佐川氏あまた、日立守護代江戸市の家臣としては、中目村に七十五官を領する武将として、佐川安房というものの名が見える。また、永禄五年八月十五日、松岡良坂の上孫、沢源にて行われた相馬市との合戦では、佐竹軍一番組衆として、 佐川金絵物の名が見える。家紋は丸に違い高の羽根、宇田源寺流佐川氏の家紋は丸に三つ、柏は丸に竹笹に鈴め、その他種族不詳なものとして、左三つどもえを用いる家がある。佐川倉人野望は、はじめ総六といった。佐竹義信に従い日立国から秋田天保に、随行、小月軍湯沢に四十国を救される。京夫佐川倉人野望。 七郎衛門加賀地から、倉人家継ぐ九兵衛やなお佐川吉右衛門家継ぐは、佐竹義信の秋田店舗に随行し、小勝に湯沢に住むという。慶府、佐川吉右衛門家寺大元七家重家佐田、伝十郎家政佐川新六郎の本生は、藤原氏という。その子、佐川五右衛門陣営の第に、日立国から、出羽国秋田に下校し、平賀郡横手に住まう。 大阪に従軍し、三十国を救される。子孫には四兵衛時足、ジ部左衛門の字政がいる。警府、佐川新六郎、小右衛門寺家、小右衛門寺品分七寺職、佐川左衛門は本姓を、藤原氏とし、代々、日立国町屋に住むという。東米助将の第二、秋田に下校し、平家郡横手に住まう。大阪の寺に従軍し、足軽免許をされる。 慶府、佐川佐在門東米助将、佐川与平広宗は本姓を、藤原氏とし、佐竹義信の秋田天法に従い、秋田軍大館に住まう。その子皇帝も父同様、秋田天法に随行し、国境の務めに功労あり、三十国を救される。慶府、佐川与平広宗、長吉公方ただしイコール与平公部佐川与女持は、佐竹義信の秋田天法に随行し、 平賀郡横手に住まい三十国をよるその子に江門も共に日立国より秋田に移り足軽禁止するという慶夫佐川井を序持から序道序安司序次から序行、佐竹家臣の佐川丹波森吉号の本性は源氏であるというその家系は清和天皇第六王子貞住信王の王子常元を演祖と仰義常元王の小源三中の四 男来信を外する川内源氏の流れで、来信の孫や幡太郎、吉家の流れを組むという。伊勢国鈴鹿郡亀山郷佐川省を本願とするとされる。紀号は丹波守を名乗り、大田号に住まい、剣務三年に佐竹義厚に仕えて250国を救されるという。その子義郷は十五位下に除せられ、大英元年、多賀郡大野に移り、 三百国をハムとされ、妹は山辺の河村若狭守の室となるという。義母の室は根本門ン生の女であるといい、根本氏との間に子に、吉勝、犠牲を設けるという。吉勝は山と守る十五一下に除せられ、犠牲は次郎大部、民武助を名乗るが、互いにて勃発した、花園山の戦いにて防戦のさなかに打ち死にするという。吉勝の子は、 吉直と言い,い、剣持、または、佐京介と名乗る。佐竹氏の秋田天舗の際は、老年にて、本村に土着するという。京府佐川丹波森吉郷、山城森吉坊、剣持吉坊、山と守る吉勝兵庫生吉門佐京介、吉直佐竹氏の秋田天舗を記録した、慶長国外記に、佐竹家臣の佐川氏として、佐川五左衛門、佐川五右衛門の名が見える。 その他、佐竹氏の記録として、佐川井岡美、九兵衛、京左衛門の八衛門、与兵、李衛門らの名が見られる。ありがとうございます。